校生男です。シンプルに学校がつまらないです。思い描いてた高校生活はかからないでいます。積極的にしてみたり、コミュ力を上げたり、いろいろチャレンジしたり、行動を変えるのか、それとも日曜日の捉え方を変えて、俺はこれでいいんだみたいに気楽に生きた方がいいのか、どうすれば満足度が上がりますかってことなんですが、いい本を紹介しましょう。はい。高校生の頃からこの本読んだらね、だいぶね、達観した大人になれると思うんで、僕高校の時にこの本読みたかった。ラス・ハリスさんの幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけないって本ですね。自分の生活の満足度上げよう、満足度上げよう、満足したいな、満足したいなと思ってる人って、自分の生活に満足してないっていう、まあ、いわゆる暗示みたいな感じになっちゃうわけですよ。だから、むしろ満足度を上げようとか、自分を幸せにしようと思えば思うほど、そういう人ほど不幸になります。だから、ベストな職業を探そうとか、自分にとっての転職を探そうと思ってる人って、めちゃくちゃ不幸なんですよ、実は。転職を探してない人よりも、はるかに不幸になるんですよ。いい職業を探そうとしてる人って。今に対しての不安が募っちゃうだけなんで。だから、ポイントは、どちらかっていうと、思い描いてたが高校生活は書かれてるってことなんですが、これ当たり前です。そもそも思い描いてる通りに人生が進む人なんかいないですから、お金がある人とか、有名な人は思い描いてる通りに人生が進むというふうに皆さん思いますよね。ところは違うんですよ。お金を稼いだら、そのお金が基準になってもっと目指したくなるので、じゃあ僕だってじゃあ思い描いてた生活になってるかって言ったら、僕はだいぶなってると思ってます。もう結構満足はしていますが、でももっとこうしたいな、ああしたいなってことを常に考えるわけですよ。だから例えば、ね、年収2000万を目指してる時には、2000万だったら全てが叶うと思うわけですよ。で、僕も年収1億円を超えたら、もう働かなくていいよっていうふうに思ってたんですよ。月収1億円が超えたら、じゃあもう働くのやめようとか強い思うわけですよ。で、月収1億超えてもどうなるかっていうと、もうちょっといろいろできるわね、みたいな。お金云々っていうよりかは、その自分がやっていることがどれぐらいのインパクトがあるのかみたいな、そういうことを考えちゃうので、だから結局ね、思い描いてた通りになることはないんですよ。だから思い描いてる通りというよりかは、なんとなく想像してこの方向で行こうかなって考えてやって、で、たどり着いた今は楽しむってことがすごく大事なので、俺はこれでいいんだとか、っていう考え方は、まあ、確かにいいと思いますが、どちらかっていうと、今を楽しむにはどうすればいいのか、職業とか、そういうものがもっと面白くなったためには何をしたらいいかなってことを考えた方がメリットあると思うので、それやってみたらいいんじゃないかなと思いますけど、今を楽しんだもん勝ちですよ、はっきり言って。長期的な目標を持ってもいいんですけど、よく遠い目標を立てろって言いますけど、立てる理由って、その目標を目指すっていうよりかは、じゃあこの目標に至るためには今何をしようかなって考えるのがいいわけです。目標を決めるのはいいんです。でも一回決めたら忘れるべきです。いつか自由になりたいな。じゃあ自由になるために今できることは何だろう。今自分が手をつけられる選択肢の中で一番自由に生きれることは何だろうと決めて、そこから着実に一個ずつ選んでいくんですよ。だから今を楽しむ。今を全力で生きるっていうのはなんで大事かっていうと、今を全力で生き続けて、時々遠い目標を見て今、遠い目標を見て今っていう風に北極星を見るのがいいんですよ。自分が向かってる方向が間違ってないかなってことをチェックしながら、今を全力で生きた人だけが最終的にはそういう場所にたどり着けるんですよ。ところが先ばっかり見ていて今をおろそかにすると、こんなことやら意味あるのかな、だって俺はもっとこういう風に生きてね、年収何億にもならなくちゃいけないからね、こんな仕事やってる場合じゃないんだとかっていう風に思っちゃうと、今手つけない人がその上手つけられるはずないですから。だから遠い目標ってのはそれこそ方角を示すためだけの、まあ、一つの指針であって、それをですねチェックしたら忘れて目の前に集中する。で、ある程度進んだらまたチェックして、ちょっと方向修正して目の前のことに集中するってことを永遠にやっていくしか、成功する道はないと思います。はい。先ばっかり見ておろそかにする人多いですよね。だから本当一瞬で成功したいとか、パッとすぐにやりたいことがしたいとか、自由な時間とお金と両方欲しいですって人いますけど、無理ですよ。はっきり言って。両方同時に手に入れる人って超天才なんで、ごく稀にいますけども、ほとんどいないので、自分が天才じゃないんだったら、着実に行く方がはるかにいいですよ。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録もお忘れなく。それでは、バイバイ。